はいはいはい、こんにちは。ということで今回は人狼側がイビル決裁1、ウィッチはつけたら次の会議の後に死んじゃう役職です。その代わりウィッチ自体を殺せば死にません。トリックスターってのは自分で弁当できる役職です。弁当設置できます。村側の役職が、シェリフ、誰でもぶっ殺せるけど村を殺したら自分が殺される。スワッパー、投票を入れ替える。シーア、誰かが死んだらわかる。でスパイは人狼からは人狼の仲間に見えます。気をつけてください、人狼は。で、第三陣営としてジェスターってのがあって、ジェスターは釣られたら勝ちです。なんで釣られてください。ナッシーが得意な役職かな。でもこれ来たらもう勝ちっすよ、ナッシー。これ見る人によってもまあ稼いなのよ。まあナッシーがジェスターだったら負けて別に OK っていう風な感じのローカルルールじゃないですか。消極的なのみんな。じゃあ行きましょう、ナッシー。かっちゃんスタートしてください。はい、行きます。ちなみにここ なぜかかっちゃんがホストしないと、あのなんかかっちゃんをパグってできないです。沼かっちゃん、レッツゴー。調べてこい。怖っ。あ、俺は怖い。まあ、一回り下のやつに言われる。強がきなんだけど。強がきです。よろしくお願いします。あ、始まった。おあ、黙れよ、強大が。強大が強大にも落ちてんだよ、お前は。強大に落ちてるヒアボーイカモン。強大に落ちてる馬ズラ。強大に落ちてる馬ズラ。お前は兄弟にすら浮かれないただのザゴ。ペイ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 。ひどいよ。YouTube ショーで正体出てくるあの子供のラップある。なんかさ、遠くから聞こえたんだけど。何どうした。兄弟にすら浮かれない。兄弟にすら浮かれないなんてやろうだ。兄弟にすらってどういうことだよ。学歴中ペニヤキ簡単に浮かれますっていう。東大じゃないと認めないタイプの。カモンボーイボ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 イ。やばい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 。こっちに行ったのはこっちに行く、その一貫性。行くぜ。ナッシー、人狼でしょ。ナッシー、人狼だ。早い。海田さん、何スポーツか。え、あ、そう、俺、スポーツか。え、ナッシー、人狼でしょ。ナッシー、人狼じゃないよ。だってこれ、よく見て、このナッシーの王冠。いや、これナッシー人狼だよ、これ。待って。いや、これ、何も全然できないじゃん。逆に言うけど、人狼だな。ナッシー、シーアだよ、逆に。そんな疑うなら言うけど。ナッシー、イビルゲッサーいたら抜かれちゃうよ、それ。イビルゲッサーいるよ、この部屋。でも今、3人でこれ、聞き合ってるってことだから、ナッシーが抜かれたら、この3人のまあ、海中自分だね。ってことによって、ナッシーの人を聞いてこうかね。弁当の中いたら聞かれてるからね、これ。よ、テルトいる。普通に名前書いてほしい。あ、テルトです。イマジン可愛い、これ。すごいっしょ。テルトでーす。あ、絶対関わらない。ちなみに俺は関わる気はない。かっちゃん、こんにちは。こんにちは。かっちゃん、あ、はい、どうも。アムンガース初めて、かっちゃんは。あ、でも僕、うまいですよ。え、今んとこ怪しいの誰、かっちゃん。誰？いやー、今んとこ怪しいのは、いやー、まあでも、そこまで怪しい部分は特になかったですね。まあでも、クンさんがちょっと来たかなから、やばい。本当に上手に。あ、ナイス、ペニガキ？ペニガキが直してる。さすがにもう押した方が良くないか、なんか。押した方が良くない。マジで押した方が良くない。大爆発したけど。あ、なんか。大爆発したけど誰も死んでないっすよ、多分これ。ウィッチが大爆発した。おー、かっちゃん。あ、3人死んでるでも3人ついてる、3人ついてる。えっと、見ればわかるな。これ、かっちゃん人狼じゃねこれ。いや、かっちゃん人狼じゃねえかな。いや、自分でつけます。いや、待ってください、落ち着きましょう。かっちゃんウィッチじゃねえ。でもこれ、さっきなってます。イニウミヤナッシーは多分3人ずっと固まってて、固まっててペニガキはつけられてるか違くて、その3人だね。僕につけられないのはナッシーとミヤだけかな。あ、じゃあイニーさん、あ、デキさんも。俺はデキオコ、ナッシー、ミヤ以外はつけられない。あの一応だけど、夜だから、夜状態があったから。天気の時って別に外からつけれるからね。あー、そうなんだ。絞るならね、ナッシー、イニウミヤの3人からだと思うんだ。ずっと3人、かっちゃんと一緒にいたから、で、ペニラキともすれ違ったし、ウマヅラさんともすれ違った。まあでも、全然、ナッシー、ナッシー。ごめん、ナッシーはペニラキとすれ違ったし、ウミニャとすれ違った。
じゃあ、ナッシー、イニー、ウミニャン、カッチャンで4人でいて、で、ペニガキとウマヅラとすれ違った。シン、ウミニャン、カッチャン。え、じゃあ、それ、それ、自分、それ、お前、それ、自分で自分がつけましたかって言ってるようなもんじゃん、それ。ナッシーは違うんですよ。それは、イニーとウミニャンが知ってると思います。まあ、僕が会った頃には3人一緒にいましたね。たらたうん、その3人で結構長いこといたから、なんか誰かしらなんかつけそうな気する。馬面喋っていいぞ。かっちゃん、かっちゃんちょっと誰釣るべきかちょっと。確かに。あー、まあそうっすね。だってかっちゃんがだって判断するべきでしょ、これ。あー、まあそうっすね、確かに。あー、じゃあ。こっち来いで。馬面早く聞いて。うるせえよ、かっちゃん。うるせえ、まあ。でっげえうるせえ。こいつ、すいません。パリパリしてる。あったのが、イーさんの意見。イーさんね。クンさんちょっと怪しいと思うんですよね、俺。俺、あったけど、かっちゃんに会ったけど、かっちゃんに何もしてないよ、俺。あ、そうですね。何もしなかった。ちょっとついて。まあ、クーロ一緒だったくらい。何もしてない。あったのが別にでも、もう、こくんさんと…俺、あれとは会ってないよ。ウマヅラハギは最後会ったけど、ペニガキとは会ってないじゃん。決めれない。じゃあもう15秒しかないよ。決めきれないよ。クンさん、クンさん、クンさん、はい、イニーさん行きましょう、クンさん行きましょう。イニーさん釣ります、イニーさん釣ります。あ、じゃあイニーさん。え、イニーさん釣ります。俺目線はクリアナッシーと開幕から一緒にいたから。なんか俺、いつもイニーが死後だから。反応が臭かった。てか、やばい、かっちゃん、かっちゃん、ちゃんと当ててた。なんか、ウマヅラハギ、なんで、バカじゃねえ、こいつ。こいつ、バカだな、マジで。ウマヅラハギ、バカだな、これ。テルテル、死んだ。あ、分かんない。分かんない。あ、むずい。テルテル、死んだ。あ、死んじゃったね。ペニガキ、テルテル、死んだ。めちゃめちゃ死んだ。行くか、海にゃ。海にゃ、いたわ。もう俺、ここの連中とは接触してるけど、他は接触してないです。海にはもう、あれ、なんかあんま接触したくなくないか、ここ。いや、わかる。3人死んで1人釣られて12人だから8人残ってる。1キル、2キルで同数だよな。だるー、クンさんっぽいけどな。めちゃくちゃクンさんっぽいけど、ただクンさんガチで忘れてるだけくせー。だるここでやられんの。あー、オッケー、ベノム様がせるわ。入らせないようにする、入らせないように。近づくな、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 近づくな。カエルくんが直してたわ、向こう側。おう、チェケラッチョ、あげラッチョ、いや、チェケラッチョ、あげラッチョ、どっかでチェケラッチョ、おお、イエーイ、チェケラッチョ。でも、ウミヤンはナッシーの役職、あー、決まってあった、知ってるんですよ。あー、結局ここ接触しちゃったぞ。俺、ヘルスカか、ベノムさんぐらいしかもう本当にいない。ヘルスカって、あ、いってるのお前。あいつやばい、あいつの近づき方何？おい、出入り口で食べるなよ、マジで。ここいる意味ない。はい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 、ここいる意味ない。どうしたん？また死んだ。おお。クンさんが暇人さん噛んでたから俺チリフ使って噛んだ。抜かれるかもしれないけど言ったわ。言うしかないこれ。待って。それは正しいと思う。それは正しいと思う。とか。そうなりますよね。死亡。今、オッケー、今説明するけど、ナッシーさんが死んだって、多分シーヤで。僕以外のバラしたのね。あー、なるほど。これカエルさんかな。待って、知らんで。ナッシーの件は全く聞いとらんぞ。カエルさんどこ今、何キロ来た、何キロ来た。今あれだよ、医務室上だよ。いるの。今ね、死んだのがナッシー入れて3人。ナッシーはイビル。あ、4人かな。クンさん入れたら4人。クンさん入れたら4人。これちなみに今決めないとダメだからね、絶対に。で、残ってんのイビルだけど、クンさんが暇人噛んでたのは本当で、俺スパイだから抜かれるからよろしくあと。スパイでしょ。いいじゃん、ウミナカエルの中にいるじゃん。ウミナカエルの中にいるくない。それだったらあれでしょ、ナッシーの。ナッシーのさ、しかも、ウミナカエルっつったら絶対釣れるくない。いやだから2は釣れない、1しか釣れない。俺抜かれるから、これもう相手から残り1って分かってるから抜かれるし、ヘルスかも死ぬから、これ今回決めないと負け。でもこれウィッチのキルのが先だから、これもう積んでるんじゃね。いや、これベノムさんがウィッチの線もあるんだよな。いや、考えらんねえマジで。俺は、いやだから俺はヨフさん今どこ。
え、俺管理室の前。出来横は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 出来横。え、これ待って、俺スパイ今スパイ抜けば勝てんのにな。これベノバさんでいいんだよな。ちなみにウマヅラハギさん、多分これタイトルになりますよ。あのカッチャンが俺がウィッチって当ててたのに、イリーさんイリーさんイリーさんって言って、なんか謎のカバー始まってるカッチャンだから俺。お前が悪い。いや、わか、いや、待って待って、さっきの集団にいたのか。決めてくれ、マジで。ごめん、いや、ちょっと、ごめん、カエル君行くわ、ごめん、カエル君行くわ、ごめん、カエル君行く。意味がやっとわかった。わかんねえわ。意味がやっとわかった。ごめん、ナンバージでわかんなかった。いや、もうこれ3択じゃねえな、ほぼ2択。いや、これ外したわ、多分外したわ。いや、ごめん、これ多分外した。いや、これ、無理だ。やっと理解できた。合ってるじゃん。やっと理解できた、なるほどな。おぉええ生きてる、当たった、多分カエル君がビッチだ。ってことは、え、ビロ、え、でも、え、みんな殺した感じだ。逃げろ。ヘルスから後ろ走って、ヘルスから後ろ走って、俺の壁になって、ナイス。オッケー。え、お前死んだ。よっしゃー。え、いい敵をシェリフ頑張ったね。ちょ、ちょ、ちょっと、でも、キルクールタイム、シェリフのキルクールタイムってどうなってる。そんなにウィッチじゃないから。なんかシェリフのキルクール15で、なんで海は人狼なのにキルクールタイムが。キルクールいくらだ。え ?7 秒これさ、これ1回しか使ってないの。なんかミルゲッサーって。あ、多分設定じゃない。あ、これ設定全部なんかあれなんだ。初期のあなるほど。設定、あなるほど。じゃあ勝てねえわ。ちょっと待って。これでやりましょう。いやでも海はめっちゃ強かった。なんかあれまあちゃんと設定できてたら勝ってたから、まあ全然、うん、どっかのなんとかハギっていうコメントで発狂してるやつがちょっとそれは不快です。それは発狂やろう。俺イビルゲッサーって言ってなんかミッチでなんか釣られないようにしてるっていうのも全て読んでイビルゲッサーって書いてちゃんとよかった。え、これナッシーみたいなそういう動画俺。いや、そう、あのウマヅラハギをやらかしてなんか泣いてる動画これね。新しい悪口ができたな。ウマヅラカッチャン以下。カッチャン以下は全部悪口だ。だからお前がその悪口の対象ね。よろしく。あ、ポンポンポン。クレバラマフィア。よだからな。一回どころか。マジやばい。何？暇人やばい、助けて。え？やばい、暇人助けて。あ？誰も気づかないの。ちょっと。あ、今の右下、俺も右下で助けしました。あれどこよ？いや、誰も気づかないの。あ、マズラさんだ。あ、マズラついてる。あ、しかも実際でついてるのか、終わったな。マズラのあれだよ、俺は責任を。俺やったやりたくない。マズラさん、どういうルートでした？開幕どっち行ったの？俺は、カフェテリアから上部エンジン、下部エンジン、電気室って、ここまっすぐ行って。クンさんと全く同じ動き。ルートね。クンさんじゃあ、カッチャン多分弾ける。カッチャン違うと思う。そうですね。僕、右側行って。暇人ではないね。あと、ベノムさん右側行ってませんでした。いやいや、でも、最後電気室で固まったから。そこでそういうことに停電で。やっぱクンさん、クンさんの方を詰めた方が。カメリアさん考えた方がいいと思う。クンさんが誰かと一緒に行ってたから。さあ、見て。まあ、ヘルスが疑われる。一番初めに何ついたんか、誰。で、行って、右、カリス。誰だろう。一番最初のカリス、俺。ウィッチ位置を探するんだったら、正直今の感じで、ペニガキとディ、ヒマジンで取り合ってる感じがすっごいしたい。え、無理だろ、取り合ってる。取り合ってるじゃん。いや、一緒にいたと思うよ。まあ、確実に俺が固まってるって言って、ウィッチを危ないなみたいなことを言うことを発言したのに、ヒマジンは絶対違うみたいに言ってるから。透明ハゲ。手の追い詰まして、頭悪いんだけど。クンさんの話だ。クンさんの話なんだ。そう。話聞いとけよ。ついていけないね。でもこれ、ウマヅラハギはクンさんの話じゃなくて、ウィッチの話しないと村津死ぬわけだ。そこまでは違う。これで、これ2回目。あと、ウマヅラはい、クンさんはどっち行った？
そうよ。俺はウィンチ位置を探ってたつもりだった。あ、位置じゃもう。ヘルスカが情報を取らないとダメだわ、これ、クンさん。うん、で、僕、クンさんと一緒に歩いて、僕は電気室に入って、クンさんが右に行った。保管庫の方ってことか。うん、保管庫の方に行って、僕は電気を直しに行ったけど。マズラハキどうするの？マズラハキで噛まれめで。俺はなんかイライラするから暇です。お、すごい！いや、僕右側っすよ。聡明ハキ。ちょっと待って、マジマジ。もうイラッとするから暇です。聡明ハキでさ。あ、待って。いや、イニさんワンチャンある。イニさんワンチャンある。あったのが保管庫だから、イニさんが。イニさんだったのが。おい、マジで。絶対じゃねえんだからよ。感情みたいな言い方やばいだろ。違った。そう、生きてる。生きてる。生きてる。いいね。ミニさん、海に合わせた方がいい。オッケーオッケーオッケー。ペニガキだな。え、俺ガチで暇人と一緒にいたから。あれ、殺す。ナイスナイス。緑だから押し間違えました。あー、なるほど。え、馬さん死んでる。え、なんで死んだ。結局死ぬじゃん。噛まれたってことで、結局死ぬ。まあ、ノットカエルかな。カエルと一緒にいたから。ヘルスカでもないかな。多分ペニガキでもないと思う。ペニガキ？どこで死んでた、それ。ペニガキ管理室じゃないの、あの通路の辺でしょ。俺保管庫の位置。あ、ボタンか。え、じゃあ、カッチャン、残り。あら、僕は、あれですよ。カッチャン？僕は、カフェテリア、最初はいて、で、エポンルーム行って、ナビゲーション行って、シールドルームのタスクして、で、保管庫付近でイニンさんと会ったって感じです。あの、そこら辺で、あの、シャットダウンを行って。最初のラウンドの話？で、あ、そうです。あ、次ですか？次のラウンドだ、ね。次ラウンドは、もう管理室で、もうタスクしてただけです。あの、カフェテリアから管理室行って、タスクしてただけです。なるほどね。カエル君、カッチャン来たっけ？来たっけ？最後の。いや、います！いや、いますよ！いや、カエル君と結構管理室で喋ってたからさ。喋、うん、ってたから。え、これ、でも来たって、俺の来てちょっと。俺の記憶がおかしいかも。で、これみんな釣ったらさ、見えた約束とか。見えなかった。見えなかった。見えないです。追放されたです。え、でも、馬田さん生きてたからウィッチでしょ。たぶん。馬人。ウィッチ、ウィッチ、ウィッチ。まあ、ペンギャキもそしたら釣ってもいいんじゃない。あー、そっか、まあ、取り合ってる説。まあ、LINE 取ってるから、どうせもう疑われたら釣るしかないよ。まあ、でも俺は。疑ってはないよ、全然。どうだろう。釣りにしといたい。デキさんにあれ、イファジンと一緒にいたことを取ってくれてるっていうか。いや、まあ一緒にいたっていうか、一緒の方向にいたって話。 DJ ペニガキとりあえずすればいいんですね。わかりました。ノイズ、マジで、このクソガキを。24歳で、24歳です。まあ単純に言って、ヒマジンと取り合った時になんかヘラヘラしてたから。なるほどね。そこでのラインができただって。いや、これどうだろう。ベノム、ベノムパッション見てみて。あったんだから。え、ペニガキ今回ならベノさん臭いけどな。え、それはわかる。デキさんとセリフいたらベノさん使ってもいいかもね。え、あのさ、それクリアになるくない。他、管理室前の通路見た人っている？最後まで。最後まで管理室前の通路見てた人いる？いつ？いつ？今？最後まで。今のラウンド、今のラウンド。え、やばくない？あ、そこまでいないな。スキップはない、スキップはない。スキップはない。って待ってたから。なら買っちゃうんでしょ？だって、さっきの話。なんでずっとごちゃってたから。まあ、カッチャンは確かに見てるけど。はい、DJ ペニガキ、よよーあるっちゃあるだろうけどね。これカッチャンでしょ。いや、マジ違う、マジ違う。これ言えんの？え？こいつら全然、全然いいだろ。あ、勝つ確定。そう。あれ年？染めたじゃないだろ。暇人とライト普通でしょ。痛くはないな、普通ではあるな。なるほど。メタじゃないんだよな。死んでるから。デノムさんに使います。はい。お疲れ。隠しろ。ありがとうございます。まあ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 いいでしょう。メノさん隠しろ。はい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 。はい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 。どうするよ。さっきのじゃあ馬面殺し詰めるか、じゃあなら。馬面殺しを詰めるんだったら委員さんはできないかな。カエル君も三味線ペニガキはやってないんだよね。いやわ。かんねえ、なんとも言えない。その通報の直前に噛んでたら無理って感じ。本当に直前に噛んでたら無理だけど、それじゃないんだったら、うん、多分違うと思う。馬面ってどこ行ったの？俺と海宮はもうカフェテリア残ってペニガキ釣ろうぜって言ってたから。ほうほうほう。わかんない、その馬面がどこ行ったとかは。ラクトも管理には来てないはず。じゃあ下に流れたってことね、保管庫に。いや、右左の可能性も一応はある。まずだって下に避けなかったっけ、だって最初に。まあ隠しろのベノムさんがそう言うなら。じゃあ俺見逃した、いや見逃したのか俺。いや
や、わかんねえな。俺マジで他のスロー、マジで一番下の右端いたから。一応さ、管理室になんか最後の方来たって話したから。だけ？あ、そうですね。それまではガッチャンの死因はないの？僕は、そう。それはガッチャンの証言で、自分は覚えてないって感じ。で、カエルも覚えてないでしょ？うん。でもこの、誰だっけ？ここはまあ、天書きといって、ヘルスカは。え、そう、ナッシーさん。僕はナッシーさんと一緒に天気室からな。あー。え、ナッシーさんの気だし。ナッシーさんもさっきの会議でヘルスカはないって言ってた。え、この会議で普通にナッシーさん殺されたんですよね。いや、もう、いや、それはもう関係ない。それはもう関係ない。自爆。自爆。自爆。セリフ自爆。あ、自爆か。あ、なるほど。どうしよっかな。手に楽器の紙じゃなかったら、まあ、かっちゃんかできさんかって感じなんかな。だと思うよ。まあ、じゃあ、そうなるね。え、でもだったらさ、ペニガキが俺の姿死にしてんだからさ、馬面さんと一緒にいたって言わないとおかしくない？だって、それを見たのだって相当直前だよ。ペニガキと俺が死に取り合ったの。ボタンなる相当直前だよ。まあ、ちょっと。いや、これできおばさんですよ。ちゃん送ろう。いやいやいや、これできおばさんですって。いや、ちょっと、いや、ぼ、えいや、ガチャに違いそうだよ。あ、そのタイミング、み、いや、エニーさんが死んできてなかったのがあれか。エニーさんとか、そのカエルさんとかが。え、カッシャンするの？うん。ガチは、まあ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 、まあ、僕はそういうことは絶対なんで。まあ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 、まあ、いいっすね。まあ、てか、わかんないから、ガチャヘルスカあるよな。まあまあまあ、正直。ここから、まあ、あの、音が動いてない。なんでそう。どうなんかな？カチか？なのかな？わかんないの、つらいな。こうなんだよね。わかんないの、きつい。マジできつい。ああ、椅子が壊れた。もうなんかもう安心できるまで釣り続けなきゃいけないから。ああ、まあでも俺ここいたからまあ、でも上通ってたらわかんない。ワンチャンペンやけ噛んでるな。えのむさんってシェリフであれされたんだよね。うん。わしはスパイです。デキさんと誰かが見てたはず。誰だっけ？デキさんと誰かが見てたのっけ？全然いるね。ここに確かあるやっぱり困るな。まあバラつかないと何も食えなそうだな。そうね。イマジン。あ？そんな乙女じゃねえだろ。ちゅ、ね、考えろ。イマジンチューしよう。やばいとできる。いやえぐい。いやえぐい。マジンすごいな。イマジンマジン口。いや最悪。やばい最悪。いやなかなかいないね、ベノムさん。全然見当たんないわ。ねえ。全然見当たんないね。いやどこ行ったんだろうな、ベノムさん。ないわ。あー、下見つかったね。あ、俺あった、見つかった。どこで落ちてた？ナビゲーション。ナビゲーション。目の前で侍が一刀両断してた。あー、わかりました。侍ね。腹切りしてください。しばし待たれよ。しばし待たれよ。来た。しばし待たれよ。よく考えて撃たれよ。ちょっと待って。バンバンバン。面目ない。面目ない。なんでそんな日本語知ってんだよ。ペニガキも使わないぞ、それ。知らないだろ、ペニガキとか。確かに、ペニガキとかは多分面目ないとか。カッチャンとかも知らないぞ。カッチャンとかも知らない可能性があるぞ、俺。カッチャンも知らないね、多分。よく、悩む時間はまだあるぞ、100秒ある。いや、誰もこれ使ってないよね。これさ、役職が生きてない可能性まであるからな。こんだけ悩んで、実務も生きてない。わー、びっくりした。どんまい、どんまい、どんまい。